はい、ではやっこさんの折り方をお教えしたいと思います。やっこさんっていうのはね、こういう、着物を着たお侍さんのような人の形をした感じの折り紙です。で、このやっこさんの折り方なんですが、途中までは、パクパク、これですね、このパクパクの折り方と、ほぼ同じなので、まあ、そこまでの折り方はパクパクの方で見てもらうとしてですね、パクパクの方の、もうゴール直前、完成直前のところまで、こう折ってこう広げるとパクパクになるんですが、直前まで、折ってください。この状態から、スタートします。はい、じゃあやっこさんを作る際にですね、はい、ここから、もう一度、これは、四角いのを一度折って二度折ったところまで来ているんですが、これをですね、さらに裏返します。裏返してもう一度内側へ四隅を持ってきます。はい、この際にですね、パクパクの時以上にもう一回折るので、この紙の厚みがかなり分厚くなってきてますので、まあ多少折りづらいかもしれませんが、なるべくピシッと真ん中に揃うように、ぎゅうぎゅうと硬いところは押していただいて、形をまあなるべく整えます。でですね、ここまで、折れたら、あとは、こっちの隙間にですね、指を入れていただいて、一つずつ花びらを開くように、このようにですね、口を、三角の部分を四角に折る感じで開いてください。はい、これをですね、3つですね、3箇所の、このパーツの部分を開くと、多少ですね、私のように指が太かったりすると、まあ、開きにくかったりしますが、頑張って、まあ、破かないようにですね、なるべく、まあ、気をつけて開いていただくという感じになるんですが、はい、こんな感じですね。で、まあ、ここまで来たらば、あとはまあ表情というか、まあ、模様ですね、顔とか、まあ、こっちのやっこさんのように、まあ、描いていただいて、まあ、完成ということになります。はい、でこのやっこさんですね、人間でいうところの、まあ、上半身しか、まあ、やっこだこのような状態なのでないんですが、他の別の動画でレクチャーする袴と合体することができますので、袴の方も見て、ちゃんと足を生やしてあげてくれると人の形になると思います。はい、ではやっこさんは以上です。